申します。昨日ですね、日本維新の会の西田武幹事長が府内については、9区を除いて全18区で、比例重複立候補は認めないという方針を明らかにされました。まずこの点についてお伺いでしょうか。はい、この大阪の衆議院候補メンバーについては比例復活なし、まあ、9区を除いて比例復活の可能性はない、この小選挙区単独での立候補になります。これはやはり我々としてこの大阪のメンバーとして、背水の陣でこの衆議院選挙に挑む自民党公明党にぶつかっていくわけですけれども、まあ、非常に厳しい環境です。今厳しい状況だけれども、まあ、厳しい状況の中でも自民党公明党とぶつかっている。そのためにも敗戦の陣で比例復活をしない、その可能性がない敗戦の陣で小選挙区を戦うということになります。今回ですね、昨年の統一地方選以降の流れで言いますと、維新としては統一地方選で対象をして、で自民さんが刷新本部を設置したりとかですね、刷新という言葉を掲げて、先日は自公で、刷新会議という組織体も立ち上げて大阪府内で活動している状況です。で一方維新の方も府内の首長選での敗北というのもありましたけれども、刷新プロジェクトチームというのを立ち上げて、状況を分析してきたと。お互いこう刷新と刷新を掲げている状況だと思うんですけれども、この状況についてはどういうふうに受け止められますか。他党のことをどうこう言うのはちょっと違うのかなと思ってるんですけれども、いずれにしても自民党強いですから、しかも公明党もめちゃくちゃ強いですから、でもその自民党公明党の選挙区と我々ぶつかっていきますので、そういった意味ではいわゆるその守りに入らない、小選挙区で負けたら終わり、敗戦の陣で比例復活だし、ここで勝負をするということです。そのメンバーも大阪のメンバーも、その覚悟を持って、この関係やってきたと思いますし、今後の衆議院選挙もその覚悟で挑むことになると、挑む覚悟があるというふうに思います。みんなそれぞれ腹はくくっていると思います。もちろん9区で新しく決まった萩原さんについてはもう昨日ここに決まりましたので、9区は除きますけど、それ以外の選挙区はもうみんな腹くくって、小選挙区で負けたらその覚悟で立てるというふうに思っています。ありがとうございます。朝日新聞私の上です。今日の午後にですね、衆院が解散される見通しで、いよいよ選挙戦に突入していくわけですけれども、新としては初めて全小選挙区に今回大阪府内ではですね、立てることになると思いますが、副代表として選挙戦で一番訴えていきたいことはどういった点なんでしょうか。ここは乙武田政調会長を中心に今回のマニフェスト、総選挙のマニフェストというのをまとめています。でその中で僕は大きく2つかなというふうに思っています。1つはやはり政治とお金を正していく、で2つ目は現役世代の可処分所得を増やす、この2つを軸にしていくということになると思います。この2つを軸に強く訴えていくということになると思います。もちろん社会保障改革であったり、教育の無償化であったり、消費税 8% の減税であったりと、さまざまな政策はありますけれども、トータルとして目指すところは政治とお金ほぼ正す、そして現役世代の可処分所得を増やす、この2つ、ここを中心に訴えていきます。選挙事情でいくと、やっぱり公明党の選挙区で初めて今までなかったわけで、そこで立てるわけですから、非常に厳しい選挙になると思います。公明党以上の選挙に強いですから、でも今まで選択肢がなかなか示すこともできてなかった、大阪とこそ進める上で、でも、やっぱり投票白票も非常に多い選挙区でもあったので、自民党も当然立ててませんので、ですので今回初めて選択肢を大阪の皆さんに示すことができると思います。ただここは非常に厳しい選挙区になることは間違いないので、大阪全体で見れば厳しい選挙になると思いますが、この公明党の選挙区も含めて全員比例復活話、敗戦の陣で小選挙区で負けたら終わり、この勝負に挑んでいくということになります。はい、
事実ですか。事実通信の気持ちです。一応確認なんですけれども、まあ、今回大阪19選挙区、まあ、全て、立てるということで、まあ、共同代表の大阪における、まあ、維新の勝敗ラインがどういうふうにどこに設定されているかについてお伺いします。これは大阪に限らず、みんな当選目指して頑張って立ってるわけですから、もう全員の当選が目標です。それができなかった時の影響とかについて今何かお考えのことありますでしょうか。それができるようにみんなで目指して頑張っているということです。か、何しますか。すみません、マニフェストの関連で、お伝えします。維新の衆議院のマニフェストでコアポリシーの部分で前回の参院選で入ってた万博の項目文字が消えてるんですけれども、これは今回の衆院選でいなかった理由と、今後また何か入る予定があるのか教えてください。ちょっとそこまで詳細な政調会の議論までは把握してないですけれども、まあ基本的に大きな政策とか方向性が変わるものではありません。なので何かこうやめるとか引き下げるとかいうのではないとは思います。何を強調するのかっていうところで、なった時には今回はやはりこの裏金の問題を単に発して、そして裏金議員の公認をするとかしないとか、今日現在でもまだあれこれやってるような状況ですし、政治とかねもう正して、そしてある意味正常化させて、そして日本の政治前に進めていくというまさに過渡期でもあると思います。古い政治からの脱却ができるかどうかの過渡期でもあるというふうに思ってますので、まあ、政治とかね正していくということがまず一つ重要な争点になるというふうに思っています。なので、まあ、そういったところを中心に訴えていくということになると思います。あとは先ほど申し上げた、やっぱりこのままいくと現役世代非常に厳しい状況になるのも明らかなので、まあ、構造的に、様々な改革をしていくということを目に訴えていくということになると思います。万博も当然これやるわけですから、当然当たり前のように重要な政策、統治機構改革なんか非常に重要な政策、まあ、統治機構改革は僕はすごい個人的に思い強いところなんですけれど、まあ、今回日本維新の会とすれば先ほど申し上げた2つを強く訴えていくということになります。何か基本的なところが変わったということはないと思っています。何を前面に押し出すかというところかなと思います。予定されている方は提挙書をお願いします。2社ですね。関西テレビさん。関西テレビの高橋と申します。先ほどですね、野党が会期の延長に与党が応じなければ内閣不信任案を提出する予定だというようなことがありました。この辺りに対して維新の共同代表さんに吉村というようなお考えをお願いします。本来であれば石破さんは予算委員会をきっちりやって、そして与野党の議論を戦わせて争点を明らかにして解散するとこういうふうに言ってたわけですから、それが完全に総裁になった後180度保護にされました。やはりここは石破さんは僕は数字を通すべきだったと思います。最後は自民党が関数を持ってるわけですから、自民党の決議ということになるんでしょうけども、言ってることとやってることが違いすぎる、もうそういった政権を信任することはできないというふうに思います。まあ、やっぱり少なくともそれやるの小泉さんがやってるんだとまだ分かるけれども、でも小泉さんそれで批判を受けましたからね、議論せずに解散するかと。でそれも石破さんはある意味小泉さんと対立する形で予算委員会にするしっかりとすぐに解散というのではなくて、やっぱりきちんと議論を交わすということを言って国民の前で言ったわけですから、でそれをやらないことは僕は数字は通ってないと思います。まあ、ちょっと議会の活動はちょっと議会に任せてますけれども、まあ、石破内閣はそこは本当に数字通ってないなというふうにも思います。で裏金議員も厳しく対応するというようなことを総裁選の時言ってました。高市さんはもちろんあまりそこはおっしゃってなかったけれども、でおっしゃってなくてそうするんだったらまだ僕は数字通ると思うんです。厳しく対応すると言いながら、まあ、結局裏金議員も一部公認して一部公認しない、ちょっとどこの基準を引いているのかよくわからない。大阪にも裏金議員いるわけですから、公認されるんですかね、ちょっと知りませんけども、刷新会議って先ほど話があったみたいですけど、そう刷新されるのかなと思って見てますけど、まあそこら辺がちょっとなんかよく総裁選で言ってたことと今総理総裁になってからやることが違うなというところに、多くの不信感が
これは野党議員含めて国民の皆さんにもあるんじゃないかなと思います。僕自身もそれはあります。やっぱり賛否あるから、それはやっぱり言ったことをやってほしいなという思いです。それを総裁選が終わって勝てば願文じゃないですけど、総理総裁になったからといって、むしろ不利なことを言ってた違う元の総裁候補と同じような行動を取るのは、僕はちょっと卑怯だなというふうに思います。石破さんらしくないなと、僕のイメージする石破さんらしくないなというふうに思います。じゃあ最後、フリーの横田ですけども、総裁選中の発言を次々と覆した石破さんに対してですね、敵前頭部を口先内閣と呼ぶのがぴったりなような気もするんですが、共同代表の捉え方はどう思うんですか。やはり先ほど言った通り、総裁選で約束したことはやっぱり賛否あっても実行してもらいたい、数字を通してもらいたいと思います。まあ、そこで筋通さないのであれば、おそらく今後、選挙の後もね、いろんなものが公約と違うことがどんどん起きるんだろうなと、何を信用して一票を通していいかわからないという状態になると思いますし、それこそも政治不信にもつながってくると、与党ですから、国家を動かす立場になるわけなので、そういった意味では、僕は総裁選での公約を破る内閣だな、石破内閣だなという非常に残念です。だから筋は賛否両論あるところも、やっぱり筋を通して欲しいなというふうに思います。先ほど申し上げた予算委員会を云々だけの話じゃなくても、例えばアジア版 NATO についてももういきなり腰砕けになってますし、選択的夫婦別姓についても賛成の立場からいきなりふにゃふにゃってなってますし、もちろん選択的夫婦別姓も賛成反対あるのは分かります。でも賛成の立場で言ってたんだったら、それは貫かなきゃ、自民党 の内部の反対があっても、そこを総理総裁によってふにゃふにゃってなるんであれば、今後もいろんな国の舵取りをするときにふにゃふにゃするんだろうなと、ふにゃふにゃ内閣になるんだろうなというふうに思います。それはやっぱりこの30年間日本成長してないわけですから、やっぱりこれ自民党なのか立憲なのか維新なのかは政党ありますけれども、やっぱりちょっと日本立て直していかなきゃいかん、その中心にいるのが自民党なわけですから、しっかり筋立ててほしいなと思います。先ほど の総選挙区重複立候補禁止で敗信の陣だというふうに強調されましたが、であればですね、馬場代表も統一地方選と同じように 1.5 倍増の議席増を達成しなかったら代表を辞めるとか、そういう目標を同じように設定するべきだと思われないでしょうか。目標というか、党大会で目標を定めています。つまり、野党代とか自民党関数まで、これが党大会で全員で認識している目標だというふうに思っています。統一地方選のように 1.5 倍の議席増じゃないと代表を辞めるという、 もっと踏み込んで具体的な目標を掲げるべきだと思われないでしょうか、代表がですね。いや、だからそこの数字、それは統一選の時はその目標を掲げたということであって、で今回は党大会でみんなでその目標を掲げているわけです。だからそれに目がけて進んでいく。またもちろんこれ今から選挙始まるわけですから、厳しい、本当にこの厳しい選挙区で立ってくれている維新の旗を持って、ある意味地方議員いなくても一人でも旗を持って立っているようなメンバーもいるわけですから、そういった意味で僕もこの3連休の週末は秋田であったり新潟であったり北海道であったりもあろうと思っています。維新で旗立てている仲間のメンバーいるわけなので、全員が当選を目指してやると、もう今からはもう今日から解散になるわけですから、もう東京には国会議員いなくなるわけですよ、今日以降は。もうこれから選挙始まるわけなので、もう全員の当選を目指して頑張ると、そこにつきます。最後に兵庫県知事選に出馬表明される清水参議院議員なんですけど、その適格性についてお伺いしたいんですが、同じ同僚議員の堀井健治衆議院議員は、亡くなった元県民局長の個人情報の漏洩をしていたと、加古川駅前でその、公衆パソコンから抜き出した個人情報を一般人に話しているということで、同じように清水参議院議員もその情報を共有してたとしたら、これは大問題だと思うんですが、その点は大丈夫なんでしょうか。適格性というか、その文書問題の関わりについては、その清水さんの認識は分からないですけれども、清水さん自身はこの間11年間かな、
参議院議員として維新のメンバーとしてやってきました。兵庫県政、また兵庫に関する政治、国政、非常にそこは経験も実績もあると思ってますので、適任者だというふうに思ってます。堀井健二さんは厳重注意されましたけども、清水参議院議員はこの件については全く関わってないんでしょうか。そういう、それ清水さんに聞いてもらった方がいいと思います。清水さんの認識まで僕は知りませんから。維新としてはチェックされてないんでしょうか。僕は知らないです。はい、ありがとうございます。では確認して終了いたします。